今ねあの携帯が電池がなくなってこの後食べらんしなくちゃいけないんであの充電しながら録画撮ってますが、えー、エンジン01でですね落合陽一さんとか松尾豊さんとかと、まあ、人工知能のセッションやって謎の武さ,さんもいたんですけどで、えー、と人工知能で意識ができるかっていう話をした時に落合陽一さんと松尾さんはあの当然できるよって話をしたんですけどまあそれはエンジニアリングの立場からはそうなんだろうと思うんですけど僕はまあ今の人工知能のアプローチは意識ができないっていうのが、まあ、僕の結論なんですけど。 それについて、あのー、ま、あなんていうんですか、うん、答えをすると、いわゆるロングアンサーってことになっちゃうんで、これもう時間かかっちゃうんであれなんですけど、ま、あそれはいいとして、ま、あそれについては、まあ、うん、これからいろんな研究がされていくんでしょうし、えーまあま、人工意識ってのは大きな研究テーマなんでね、まあ、せいぜいの方がせいぜいの立場でやりとばいいと思うんですけど、まあ、その後、その天才のセッションがあってですね、天才とは何かって話をしてた時に、僕はやっぱり、あの、僕はこういうこと言ったんですね、その、まあ、今の人工知能っていうのは、ま、あ意識がないんだと。で、僕の立場からするとですよ、で人間には意識があるわけだから、人間が 意識を持っってている時点で天才なんだっていうねみんな一人一人全員天才なんだってことを言ったんですけどまあそれは僕はいつも負担から考えてることなんですけどなんかそれがあの意外と強い印象を受けたようであの皆さんがですねあの面白かったそのあのコメントが印象残ったって言ってくれる人がいたのと。 なんかあのまとめのニュースなんかでもそこが引用されていて、うん、なるほどと思ってあの、まあ、僕はそう思ってるんですけど彼、まあ、しも世の中はそう思ってないんだろうなと思うんですよね、まあ、だから今の,あのラージラングイジージモデルなんかもそうだしあるいはその、うん、画像処理なんかもそうですけどもやっぱり今の人工知能がやってることはまあ面白いんですけど興味深くて非常にあの、うんまあ、ある意味では人間の脳を凌駕してるところはあるんですが意識は 持っっってててないっていうふうふに僕は思ってますねで意識がないと例えばそのまる結びつけ問題というか感覚情報の統合みたいなのはできないし、えー、それからまあペンローズが言うアンドスタンディング、まあ、このアンドスタンディングっては何なのかってことは本当にもう大論争になっちゃうんだと思うんですけど、まあ、例えば数学の形式化なんか見ててもですねうんまあ例えば自然数の概念を、えー、集合論とかですねカテゴリー論で形式化するという試みはまあ多くの矛盾というか、まあ、困ったことを含めてるわけで,で集合論には落セのパラドックスっていうまあ 喉に刺さった魚の骨があるわけでうんな,なんて言うんですかね。まあ、僕から見ると、<laughs> なんか今の人工知能が依拠している、えー、様々な数学的な概念というのは、えー、意識を生み出すには不十分だと思えるんですが、まあ、これはいろんな見解があっていいと思います。ただ僕はあの言いたいのはやっぱり僕の見解側ですよ。僕の見解ではあくまでもやっぱり人間には意識があるんで、意識がある時点でどんな、まあ、平凡だと思ってる人も、思われてる人も、 あの今の人工知能に比べたら天才なんだというふうに思っています。じゃあそれがその天才性ってのはどこにあるのかってことは我々一人一人が生きてる中で示すべきものなんじゃないでしょうか。まあそれは理解であり感覚であり判断なんでしょうけど、あの人工知能に負けないってのは、まあ、当たり前のことによ僕は思い浮るんですが、うん、じゃあその当たり前の結論っていうかな、一人一人にはの人間は人工知能には負けないんだっていう当たり前の結論をどのように、えー、なんていうか実装していくかっていうのは、まあ、我々一人一人が 頑張ってやっていかなくちゃいけないことかなと思っています。